という意味なんですけれども、皆さんが召し上がっているような食用うなぎではなくって、歌うなぎといって深海魚なんです。その深海魚のうなぎの皮を使ったのが、ボラントンで使われているバッグやアクセサリー、雑貨などの、商品となります。うなぎの皮って一口に言いましてもいっぱいあるんですけれどもね、このようにすごく見た目はね、一見牛かしらとか羊かしらって思う方多いと思いますけれども、非常に軽くてさらに強度も強く、またこのように色鮮やかなんですね。それが牛革や羊と違いまして、強度も強い、そして色もカラーバリエーション豊富、そして軽い、すごく使いやすくって、これはどん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 皆さんに実際触っていただきたい、そんな革の素材になっております。じゃあ実際にそのイールスキンが使われているバッグをちょっとご紹介してみたいと思います。うなぎの革のすごくいいところは、さらにですね、欧米では古くから言い伝えがありまして、うなぎの皮、うなぎというものは金運と幸運を象徴すると言われているんですね。なのでボランドンでは数多くのお財布、それからコインケースを扱っておりますけれども、まあ、これもねすごくねカラーバリエーション豊富でしょ。かわいいですよね。いろんな色がありますけれども、こういうものを持っていると金運アップだから、きっとお金も貯まるんじゃないかなと思います。なので欧米ではもちろん自分で金運として持つ方もいらっしゃるんですけれども、幸運の象徴なのでこれをプレゼントして差し上げる、例えば結婚のお祝いですとか、お子さんが生まれました、いろんなお祝い事の時にうなぎの皮を使った雑貨、カバン、あるいはアクセサリー、そういったものをプレゼントする習慣もあるようなんですね。ちょっと覚えておくと、きっと素敵な贈り物の時に候補としてどうでしょうか。